本気でやります。横山みどりの名も、何かけて。じっちゃんの名にかけて、本気でやりますんで。じゃあやります。2016年 IQ テスト、スタート。この、次に来る図形は、でかい。いや、4択か。あ、これ簡単じゃん。これでしょ？次。間違ってる時計は、え、難しいね、これ。間違ってる時計？まず、これとこれは正解で、あ、これおかしいわ。1か2でしょ？これ3時10分だから、あ、危ねえ、これだ！だって1、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どっちだろう、これ。間違って、あ、これだわ、多分。うん、だってこれ12の位がちょっとずれてるから、2番だな、間違ってんのは。次。これに続きに来る、あ、これ簡単そうだわ。これ簡単だわ。簡単じゃなかった。これに次にこれに当てはまるやつを選べ。って書いてあるんで。うん、難しいね、これ。ちんぷんかんぷんですよ、これ。まあ、多分、形が綺麗だ、これね。何これ ?152-242-333-424 は、わかるわけねえじゃん、こんなもん。あ、これ関係ないじゃん、あの IQ と。いや、待って、あ、違うわ、これ。単純な問題じゃないわ。2423334。1234だから、次5が来るのよ、頭。あ、全部。だから6ではないの。6ではなくて、5432。あ、わかった。1523451515だ。あ、じゃあ515だ。うん、合ってる合ってる。100億パーセント515。天才。で、1たす7たす21引く2。1721-2781の、この組み合わせなんか順序があるんでしょ？いや、コメント今見てないんで、一切。1引く7、E721-2727-7227、いっぱ。1872。1721-2781に続いてくるのは、だから、あ、わかった !3 の番数じゃない7、イン1が1、7、イン7、7321、7427、9波8、7981。違う、7321じゃねえわ。7321。だからこれ、6個ずつ上がってくるんだよ、だから数字が。1たす7、1で、1プラス6で7。あ、違うわ。21たす6で27。待てよ。ここに書いてある数字は、1と7と2と1と8と1しかないんだよ。そこに注目、刮目を置くと、そうするとですよ。おのずとして答えはわかりました。はい。1、7でしょ。で、1と1。あ、わかった。1、端が1と1なんだ。ほんで、8と7で、あ、そういうことか。1、端が1と1でしょ？んで、8と7で、88だわ、これ。答え。うん。そういうことか。65、63、あ、13、22、17。ここに当てはまる数字。98、85、78、51。16？ あ、違う。16なんてないか。69、63、66なんかな？え、これなんだろう？謎の数字ですよ、これ。これわかる人なんか いるの？はっきり言って。え？じっくり考えよう。これ本気でやってるから。難しい、このロジックは。このロジックは難しいです、これは。
60、これは何なんだろうな。あ、そういうことか。解けたわ。うん。これ全部、98だわ。答え。次の問題。の、えーと、リンゴの絵です。農園でリンゴを箱に詰めています。ある箱には72個のリンゴが入っていて、それは全体のリンゴの12%に上がります。全部でリンゴは何個ですか？どういうことなの？ある箱に72個のリンゴが入っていて、それは全体のリンゴの12%に当たります。リンゴは全部で何個ですか？ 72×12 でしょ？そうすると。本当は7200個あるから、ああ、これ簡単じゃん。だって72個のリンゴが、ある箱に72個のリンゴが入ってまして、72-12で、72から12%を割るんだから、72×12% だから、72×12 で720×1番近いね、素数で700が正解です。答え、簡単でした。これ簡単。三角形が一番多いのはどれでしょうか？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10。あ、これだ。答え、これで一番下の。これですね。これが一番三角形の数が多かったです。9月13日、X に入るのはどれ？4、5。これ何？4、5、12、18、22。何これ？なんかこれ、思うところがあるんでしょ？あ、わかった。これ簡単。2倍されてんだ。わかったです。これはね、僕でもわかった。これ5でしょ。対面上が10でしょ。ほんで、20×2 で40。で、これの対面上は 21×2 で42だ。正解。これ42です。IQ 高そう。6、7、9、12、9。13に当てはまるのはどれ？これ皆さんも解いてね。12、13、15。何ですか、これは。今 IQ テストやってます。なんか法則あんの、これに。9、12、15。6、9。11、12、9、12、12、15、12、13、15。20という数字はないってことでしょ、要は。ははん、そういうことか。サザン学。で、これ12。3ずつ上がってくる。これ2ずつ上がってくじゃん。12、15、17。で、9、12。ということは、12、どんどん数が上がってくるね。だから10、10、13、これだよ。答え。これです。これが正解。10、ここに当てはまる数字を言え。法則ね。これ全部法則に基づいた計算だから。法則に基づいた計算すると、4566。緑、これ色に注目するってことでしょ、だから。単純に言うと、色に注目。12、13。29、22。12、13。6、10。6に12。ああ、そういうことか。4、5、6、6。10、10。サイコロなんだよ、これ、要は。サイコロ。サイコロと一緒なんだよ。6、6、4、5でしょ？ということは、6、6、4、5ってことは、これより1個下ない。答えをすれば、10と10で、これが6、6でしょ？そんで、5と4。ということは、5の次が4だから、1個、19の次は18なんだよ、実は。
と思いきやそうじゃなかったんだんで、となると、わかった！これ穴の数だわ。これ、数字の穴の数、これ、穴が1、2、3、4。で、これが、1、2。で、これが、1、2、3。1、2。で、これが、1、2っていうことは、ああ、そういうことか。ああ、そういうことね。オッケーオッケー。要は、穴が、これ、1個と2個だかしかないから、ほんで20だから、これは簡単でした。14です。はい。青い箱は3キロ。白い箱は2キロの重さがあります。間違えてるのはどれ？青い箱は3キロで、白い箱は2キロあります。間違ってるのはどれ？青が3ってことは、3、2が6。3、2が6。2、3が6。これ合ってる。3、2が6。3、2が6。2、3が6。わかった、これだ。だってさ、これってさ、ここに置いたら、力点と違うから。真ん中に置くと数字って変わるんですよ。軽くなるのね。だからこれは合ってる。青いのが3キロで、白いのが2キロ。間違ってるのはどれ？これか。これだわ、正解は。だって、ちょっとずれてるもん。左端からちょっとずれてるから、これが間違いだよ。サイコロの正しい展開図はどれ？あ、これ簡単。1の裏が6だから。何何？サイコロの正しい展開図はどれ？これ1の裏が6って決まってんだよ。あれでは。だから、あ、違う。だから1番はまずこれ。僕、一応、チンチロに詳しいから。あれ1の、あ、違う、これ、普通のサイコロって1の横が6だから、まず1番違います。ほんで、1の横に6がついてるんだよ。んで、これで、ああ、そういうことか。で、1の横に2がついてなきゃいけないから、これも違う。これも違います。あ、これだ。正解これです。OK。結果を診察中です。さあ、どんな結果が出るんでしょうかね。私の。お、160! え？ IQ160 ですって？天才児じゃないのこの人。一般の平均 IQ は98から105の間です。あなたの IQ は160です。見た？これ。IQ160 って、これ、アインシュタインじゃないのこれ。図形 IQ162、論理 IQ170、数学 IQ156。え？これ、奇大の天才が平成児が現れたよ、これ。